皆さんこんにちは、こんばんは。ビワマスです。今回は皆さんに私から、怒りに満ちたメッセージを発信させていただきます。いやいや、別に皆さんが何かやらかしたわけじゃないですよ。まあいないとは思うけど今見てる視聴者さんが何かやらかしてるなら今すぐやめてね。で、本題に入りましょう。私ビワマス、この度こちらの連鎖第3話に、著作権侵害の申し立てを受けました。著作権侵害、そんなことしたくないからこそ全力で規約確認してたのになんで、と思って詳細を確認しますと、申し立てを受けたのは今背景で流している曲、手紙のさよならでした。ここまでなら私の確認ミスの可能性も十分にありますが、よく見てみると、著作権者訴権って書いてあるじゃないですか。ですね、この曲の作曲者は、私が調べた限りではモッピーサウンド様なんですよね。そして私はドバシンドローム様のサイトより、規約に則って利用させていただいています。つまり、もし私が規約に反したことしてるなら著作権者の名前がおかしいんですね。で、さらに調べてみると、こんなの出てきました。不正団体による申し立て。出ましたよ、訴権。なんなら一番上に載ってるじゃないですか。あ、しっかり読みたい人は一時停止してね。で、ドバシンドローム様じきじきに異議申し立てしてほしいとおっしゃってますのでね。異議申し立てって勘違いがあると恐ろしいペナルティがあるのであんまりやりたくなかったんですが、今回私、異議申し立てしちゃいました。実名での署名も止められるのは怖かったねー。とりあえずこんな感じの喧嘩越しの文章叩きつけちゃったので、負けたらもしかしたらこのチャンネルバンされるかも。そうなったら新しいチャンネル作ると思うので皆さん良ければ探し当ててくださいね。以上、お知らせでした。